発表します。メリバン年日日本レースクイーン大賞2023グリッカー賞に輝いたのは赤木有沙さんです。おめでとうございます。赤木さんはスーパー耐久でチームのプロレースクイーンとして、そして D1 グランプリではエヴァンゲリオンレーシングレースクイーンとしてご活躍されました。それではトロフィーの贈呈となります。おめでとうございます。ご馬主様ありがとうございました。それではグリッカー賞を受賞されました赤木さんにもお話を伺っていきたいと思います。ファイナリストの PR 放送でもグリッカー賞を受賞したいと力強くおっしゃっていました。その願いが叶いましたね。どうぞ今の気持ち聞かせてください。はい、まずはこの場に連れてきてくださったファンの皆様、本当にありがとうございます。今シーズンはD1 グランプリエヴァンゲリオンレーシングアイラミレ役でスーパー耐久フォーミュラドリフトジャパンの3つのカテゴリーでレースクイーンを務めさせていただきました。本当にこの場に立たせていただけるとは思ってなくて、去年まで普通の会社員だったので衝撃で、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当にファンの皆様の一票一票が私をここに連れてきてくれたと思ってますので、本当にありがとうございます。チームの皆様、スポンサーの皆様、私を選んでくださり感謝の気持ちでいっぱいです。そして私はレースクイーンの他にラリードライバーとしても活動しているのですが、その活動を最も取り上げてくださったのがクリッカー様でした。でそのためクリッカー賞には本当にもう挑戦する気持ちで挑んだんですけども、このような結果になって本当に幸せに思います。大賞が取れなくて本当にごめんなさい。最後に私の着ているこのコスチュームなんですけども、このコスチュームのデザインと同じ綾波レイのフィギュアが全国のゲームセンターのクレーンゲームに今週から登場しています。ぜひゲットしてください。では、関わってくださった全ての皆様、今後の活動で恩返しすることをここに誓います。本当にありがとうございました。ありがとうございました。クリッカー賞を受賞された赤木有沙さんに今一度盛大な拍手をお送りください。おめでとうございます。それではどうぞご登壇ください。